アライグマ。アライグマ、アライクマ、カンクマ、学名、プロシオン・ロトルは、哺乳孔、食肉目アライグマかアライグマ族に分類される、哺乳類。アライグマ族の模式種。タヌキに似ており、アライグマを英語で、ラクーンと呼ぶのに対し、タヌキは、ラクウンドッグと呼ぶ。前足を水中に突っ込んで獲物を探る姿が手を洗っているように見えること名称の由来である。 雑食性であり、小動物を捕獲して食べる。北アメリカ原産で、日本やヨーロッパにも外来種として生息する。移入後の繁殖により、農作物への被害や、生態系への影響などが問題となっている。東道町42から60センチメートル、お長20から41センチメートル、体重4から10キログラム。飼育下では、体重が20キログラムに達するものもいる。 肺褐色の体毛を持ち、目の周りから頬にかけて黒い反紋がある。タヌキと誤認されることが多いが、タヌキとの違いとして長いふさふさとした尾には黒い、横縞があるのが大きな特徴である。また、足が黒いタヌキや日本アナグマと比べて、アライグマの足は白っぽく、耳には白い縁取りがある。さらに、クマなどと同じく、かかとをつける足裏行星。 諸行生という歩き方をする目、足跡は人の子供の手のような長い5本の指がくっきりとつく。この特徴は本種と他の哺乳類とを識別する重要なポイントとなる。指式は3 3 1 1 4四、2 2の合計40本。摂詞は上下で3本ずつ、剣詞は上下で1本ずつ、全9詞は上下4本ずつ、59詞は 上下2本ずつの合計40本の葉を持つ。入頭数は、胸部、腹部、素形部に、それぞれ1体、計6つとなり、稀に8つの入頭を持つ個体が確認される。アメリカ合衆国、カナダ南部、中央アメリカ、メキシコなど、を原産地とする。日本では、海外からの移入により広い地域に定着する。また、ドイツやフランスなどのヨーロッパ諸国、 旧ソ連のベラルーシやアゼルバイジャン、西インド諸島といった国々にも外来種として定着ている。基本的に水辺近くの森林に生息するが、湿地、農耕地、海岸、都市といった幅広い環境に適応できる。アメリカにおけるアライグマの都市部への生息範囲の拡大は顕著で、最初の都市部への定着報告は1920年代に始まり、ワシントン DC、ニューヨーク、 しかゴ、トロントなど、各地の都市に拡大している。基本的に夜行性だが、昼でも活動することがある。自分で巣を掘ることはなく、他の動物が、地中に掘った巣穴、木の掘ら、時には、農家の納屋や、物置などで休む。獅子に水かきはないが泳ぐことが可能で、後ろ足で立つこともでき、木登りもうまく、立体的な行動を見せる。行動権は、 基本的に直径1から 3km の範囲で都市均衡に暮らす個体群は狭くなり低い個体数密度では逆に拡大するといったように環境条件によって変化する。オスの行動権の方が広く排他的でその中に複数のメスの行動権が共有している。寒い地方に住むアライグマは気温がマイナス4度以下になると冬ごもり半透明を行う。 これは、真の島民とは異なるが、活動は大きく限退する。雑食性で、両生類、爬虫類、魚類、鳥類、卵、哺乳類、死骸を含む、昆虫類,類、甲殻類、その他の無脊椎動物、植物、果実などと非常に幅広い食性を示す。水生生物の中では、特にザリガニ類を好む。具体的に捕食対象となる生物は、 両生類の場合は山椒魚や、カエル、昆虫を含む、無脊椎動物の場合は甲虫、トンボ、バッタ、アリ、ハチ、ミミズ、カタツムリなどで、魚類の場合は、ブラックバス、コイ、ナマズ、ウナギ、パイク、マスなどが挙げられる。爬虫類はあまり捕食しないが、稀にヘビやトカゲを食べることがあり、変わったところでは、ウミガメの卵を餌とする事例もある。 海岸沿いに生息するアライグマは、2枚貝、カキやイガイ、エビ、カニ、ウニなどを食べ、テキサス州のメキシコ湾近辺では塩マネキを主食としている。血種類を捕食することもあり、時にはイノシシやシカの死骸を食べる姿も観察されている。また、人間の居住地近くでは、生ゴミを利用するアライグマもいる。ちなみに、アライグマを穴で捕獲する際の誘引餌には、 スナック菓子、キャラメルコーンやマヨネーズ、揚げパンといった人間の食べ物を用いることが多い。主に器用な指を使って獲物を取る。時には両手もしくは片手で食べ物を掴んでそのまま二本足で歩き持っていくこともある。ワミオアライグマは視覚があまり良くないため前足を水中に突っ込んで獲物を探る姿が手を洗っているように見えることから また学名ロトルも由来を同じくする。メスは1歳、オスは2歳で成熟し、2歳以上の妊娠率はほぼ100%と言われている。繁殖期は1から3月で、妊娠期間は63から65日、春に3から6頭の子供を産む。一度目の繁殖に失敗しても二度目の発情が存在し、その場合は夏に出産する。一夫多再生で、メスが子育てをする。 オオカミオオヤマネコピューマは趣味ミズクなどの天敵は一応存在するもののアライグマにとって最も脅威となる生物は人間であるアイオワ州における事例では死因の判明しているアライグマのうち78%が狩猟や駆除10%が交通事故によって死亡していた寿命は最も長いものでや成果では13から16年 飼育下では22.5年という記録があり、幼獣の死亡率も低い。アライグマはアメリカでは国民的な動物として昔から広く愛され、様々な文化や作品にも関係している。日本でもペットや毛皮動物として、そして今では外来種の代表格としてよく知られいる。アライグマはその可愛らしい風貌からペットとして人気が高かった。 原産地であるアメリカでもペットとして飼育されており、例えばアメリカ合衆国第30代大統領カルビン・クーリッチの妻でるグレース・クーリッチはレベッカという名のアライグマを可愛がっていたという逸話がある。自宅の庭先に現れる野生のアライグマに餌付けを行い、ペット同然に扱う人もいる。ただし野生生物への餌付けは個体数の増加のかに感染症や 物理的障害を受けるリスクがあるため好ましくないとされている。2005年以降の日本ではアライグマは日本の気候に順応し農作物に被害を与え生態系を破壊する恐れがあるために外来生物法により特定外来生物に指定された。したがって日本では学術研究などの例外を除きアライグマの飼育、蝶と 輸入は原則禁止されており、販売や野外に放つことは厳禁である。人工的な環境下での寿命はおよそ14年。主食として、人参、リンゴ、バナナ、副食として、ドッグフードを与え、水は食物を水につける習性があるので大きめの、容器を使う。ケージは、幼獣では、犬用のペットケージで間に合うが、成長すると運動量が増えるため、 日登り用の泊まり木を含む10平米以上の広さのケージを必要とする。日本国内では地方自治体が条例によってケージの規格を指定している場合がある。手先が器用で簡易的な飼育設備ではすぐに脱走してしまうため施錠が必要。飼育環境としてはアライグマは比較的丈夫であるため気温や湿度に神経質になる必要はないが 日当たりがあって、風通しの良い環境に置くとされている。幼少期においては人に懐くが、ただし、幼少期の時点で暴れる個体もあり、性格の差が激しい、成獣、特に発情期になると気性が荒くなり、一般人がペットとして飼育するのは難しい動物である。アライグマは毛皮動物として駆られてきたという歴史があり、アライグマの毛皮を用いた様々な商品が、 これまで数多く販売されている。アメリカの国民的英雄であるデイビッド・クロケットを題材にしたテレビドラマが1950年代に放映された際、彼の愛用していたアライグマの毛皮から作られたスキンキャップ、皮の帽子が当時のアメリカの子供たちの間で大ヒットした。この流行によって多くのアライグマが狩猟され、一時的に数を減らしてしまうまでに至った。 日本国内でもアライグマの毛皮を用いた製品は、ラクーンと表示され、広く流通している。ただし、タヌキの毛皮が同じ名前で流通することがあり、問題視されている。丁寧に下処理された野生のアライグマの赤新肉は、大変に美味であり、近年高級なジビエとして、その肉が珍重されている。アライグマは、アライグマラスカルや、ポカホンタス。 ボノボノなどのアニメーション作品にも登場する。アニメーション以外では、ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーのロケット・ラクーン、のびのびのんちゃんの主人公、のんちゃんがいる。北米原産であるアライグマは日本には生息していなかったが、日本国内で初めての野外繁殖が確認されたのは1960年代のことである。始まりは愛知県犬山市にある。 日本モンキーセンターが1961年に飼育し始めたアライグマのうち12頭が翌年に脱走し、ほとんどが回収されたが2頭のオス。一部ではメスとの報告もあるが未回収なったことで、その翌年の1963年には付近の農家から尻尾にシマ模様のあるタヌキの目撃情報があった。その後、しばらく経過した1977年に、 犬山市と隣接する岐阜県カ市で住民がアライグマ、捕獲し、野生化が正式に確認された。そのアライグマを捕獲した住人は、アライグマの繁殖を試み始め、1982年には30から40頭を野外へ放している。北海道でも1979年に、江庭市で飼育個体の約10頭が逃亡し、付近の落農地帯に定着した。関東では、 鎌倉市の豊かな自然に一定数の繁殖が見られ、この地域では台湾リスに並んで最も見かける、この多い野生化動物であるが、天敵のいない限定的な自然条件が生息に適しているとも言われ、市の広報でも被害や注意喚起が掲載されることがたびたびある。こうした飼育個体の逃亡や遺棄は他の地域でも起こっていた可能性が高い。 1970年代当時はテレビアニメアライグマラスカルの人気などからペットとしてアメリカから多い年では年間100頭もの個体が輸入されるようになり盛んに飼育されていた。しかしアライグマは手先が器用で脱走しやすい動物だったこともあり多くの飼育個体が逃げ出したことが考えられる。またアニメの最終回と同様に動物は 自然の中で暮らすのが一番良いという名目で、意図的に自分勝手な飼い主によって自然へ帰された個体も少なくなかったと思われる。特に当時は一般人はもちろんのこと、学者も外来種問題に対して危機意識をあまり抱いていなかった。こうして飼いきれなくなった成獣が身勝手な人間によって生き、されたり、飼い主から逃亡して野生化した個体は各地へ自然分散し、 2001年には36都道府県で確認され、2008年には47都道府県で見られるようになった。現在の推定個体数は不明だが、東北地方を除く各地でまとまった個体群の存在が確認されている。日本には天敵や競争種がおらず、繁殖力が高いため、容易に定着できたものと考えられている。ヨーロッパでは1930年代に、 ドイツで毛皮目的に導入されたのが最初だが定着が本格化し始めたのは1970年代になってからである。現在ではドイツ周辺の国々、フランス、ベルギー、ルクセンブルク、オランダ、ポーランド、チェコなどに定着が拡大している。ドイツでは1934年にハンブルクで野生化が確認された。ポーランドでは1990年代初めに 野生個体群が確認され、今では西部の大部分で見られる。アライグマによって農作物、トウモロコシ、メロン、イチゴ、スイカなどやニシキゴイが食べられたり、乳牛の乳首が噛み切られたりする被害が発生している。スイカでは前足が入る程度の穴を開けて中身だけがくり抜かれたり、トウモロコシではきれいに皮がむかされるなどアライグマの食害の後は特徴的なものが多い。 2009年度の農業被害は全国で約2億8000万円となり数年で倍増している。市街地周辺に生息するアライグマは家庭菜園にも被害を与える。さらに家屋や自社の屋根裏への侵入、ネグラとして利用することによる汚損が報告されており歴史的建造物が被害を受ける例もある。アメリカでもアライグマによる農作物への被害は 地下に次いで深刻な問題になっている。様々な動植物を幅広く捕食する、雑食性の上に繁殖力が強いため、在来生態系に影響を与えている、可能性が指摘されている。北海道ののっぽろ森林公園では、アライグマが原因で、アオサギのコロニーが映像を放棄する事態が発生している。また、フクロウ類やオオタカノスの略奪も起きている。 こうした鳥類の繁殖への悪影響は、ヨーロッパでも問題視されている。また、アライグマよりも小型なキツネや、タヌキなどの大来哺乳類との競争も問題である。両性爬虫類への影響も報告されており、捕食の記録がある生物は、エゾアカガエル、アズマヒキガエル、エゾサンショウ,ウオ、東京サンショウ,ウオ、安倍サンショウ,ウオと多種にわたる。千葉県では2008年に、 アライグマが原因と見られる食害で、減少が危惧されている、日本石神を含む、100匹以上に及ぶ、在来カメ類の死体が発見された。アメリカの海岸では、砂浜に散乱されたウミガメの卵の16から87%が、捕食され、ウミガメの生存が脅かされている。アライグマはアライグマ海中、狂犬病、レプトスピラ症などの人畜共通感染症の、 キャリア動物であるアライグマ海中は人体に感染すれば死亡リスクがあり、アメリカでは人間、幼児の死亡例がある。今のところ日本では感染例がなく、アライグマ海中が寄生した野生アライグマは確認されていないが、日本国内の動物園で飼育されている個体の約40に寄生していたという調査結果が出ている。狂犬病に関して北米ではアライグマが 最も高い割合を占めている。病原性レプトスピラは日本では北海道や神奈川県などの野生のアライグマから報告れている。他にもアライグマの消化管内部には多数の線虫や球中、ハリアタマムシが寄生しているが、これら寄生生物はアライグマと同様に外来種であるとは必ずしも限らない。また、東京都環境局によると、 エキノコックス症も今後発生を注意すべき、疾病として挙げている。こうした感染症の予防のためには、アライグマを扱う際は手袋を着用して、肌をできる限り露出せず、病原体が含まれている、可能性のある排泄物や地、もしくはそれらで汚染された土などを素手で触れないようにし、使用した衣類や道具は消毒することが重要である。 アライグマが人間を好んで襲うことはないが、突発的な遭遇による交渉被害は報告されている。アメリカではペットの犬や猫が襲われる事例が報告されており、中には狩猟犬がアライグマに殺されるという話もある。アライグマへの餌付けは、こうした感染症や物理的障害を誘発させる危険な行為となり得る。日本でも2011年7の8月に、 兵庫県甘崎市で犬を散歩させていた住人が、次々とアライグマに噛まれる事件が発生し、大きく報道された。大型の個体は特に気象が荒いため、不要意に近づいてはならない。日本ではアライグマによる問題が深刻になるにつれ、早急な対策を求める声が強くなってきた。その中、日本哺乳類学会では、アライグマ、野ギジャワマングースの3種の外来種の駆除をキュール。 緊急の大会決議を1998年に採択した。加えて、日本生態学会は、日本の侵略的外来種ワースト100の一つ日本種を選定した。そして、2005年に外来生物法が施行されると同時に、特定外来生物に一時指定され、防除に向けた活動が本格化した。国内の現状では、アライグマは外来種であり、よって根絶が、 最終的な目標となるため、駆除が解決手法として選択されることが多い。一方で、日本では、アライグマは1994年度に狩猟獣に指定されたものの、夜行性であるなどの条件から狩猟されることが少ない。そのため、外来生物法に基づいた箱穴による有害駆除の捕獲が閉なっている。近年は、作後捕獲を防ぐためにエッグトラップという新しい、 罠も開発されている。捕獲された個体は動物福祉に配慮して薬殺や二酸化炭素吸入によって殺処分しなければならないとになっている。外来生物法による防除や有害駆除を含めたアライグマの捕獲数は2008年には一万四千頭を超えた捕獲数が特に多いのは北海道と兵庫県で合わせて六千頭。闇雲な駆除を行わないためにも 科学的なモニタリングと効果の検証が求められている。私有地でアライグマを目撃した、または被害に悩んでいるといった場合は、各個人の判断で無闇に行動せず、自治体の担当者や専門機関に相談することが望ましい。原産地のアメリカでもアライグマの引き起こす問題に対して様々な対策手法が実行されており、電気柵によって農作物や 野生生物を、をアライグマからら保護したたり、同時に、個体数を削減するる。めめの駆除も進められている日本国内の各地で駆除が実行される中、駆除を進める地方自治体や研究機関と一部の動物愛護団体との間でアライグマの扱い方をめぐって意見の衝突が起きることがある。場合によっては駆除に取り組む自治体に対して 愛護団体から抗議の電話が殺到することもある。動物愛護の立場から求められる人道的な解決策の一つとして別の地域へっぱなし、獣する、もしくは保護施設で預かるという案がある。一方で、この手法はただ単に問題を別の場所に移動させただけであり、不適切であるとの指摘もある。また、他地域へ病気を伝播させてしまう危険性もあり、実際に アメリカでは、狂犬病を拡大させてしまっている。同様に、これらの問題点に加えて遺伝子汚染の観点から、日本の外来種であるアライグマを原産地のアメリカに移送して返すという方策も元的に不可能である。話中以外の方法として、避妊によって繁殖を抑制する手段も主張されることがあるが、その有効性やコスト、リスクについて評価した研究は少ない。 英名ラクームは、インディアン語アあるーコーンゲームの、手で擦るものという意味が語源となっている。ちなみに、アライグマに、姿が似た動物であるタヌキの英名は、ラクンドッグで、ある。学名の俗名プロシオンは、犬の前、種、照名をろとるは、洗うものを意味する。俗名の由来は、アライグマが、犬の祖先であると考えられていたためと言われる。アライグマの亜種については、 諸説あり、25の亜種に分けることがある。アライグマ属には全6種が属している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。